はい、どうもはい、じゃあ。はい、楽しいお話の時間ですよ、今日はね。ということで出来上がりました。はい、こちら。木島特製、卵だらけチャーハン。卵だらけです、これ。卵だらけです。とんでもないだらけになってます。卵5個。卵5個と卵だらけチャーハン。早く作らないといけないね。これは今扇風機つけてるから飛んじゃいけないからティッシュの下に挟みます。うま辛麻辣麺でございます。うま辛麻辣麺大盛りビリビリしびれる辛さ。おっとしまった、開け方失敗した。どこで買ったか忘れました。これは液体スープは食べる直前かな。これは火薬だけ先に入れようか。火薬だけ先に入れます。さあ、よいしょ。鼻かゆ、かゆい。よし、お湯少なめでいきますよ。あー、しまった。少なめだけど、少なめだけど僕にしてはちょっと多いな。少なめだけど僕にしてはちょっと、もうちょっと少なくしたかったな。よし、今これ何分だ ?3 分です。3分でいきます。卵チャーハンだけ先にいきたいと思います。いただきます。さあ、そうだ、ごめんなさい、ごめんなさい。その前にこちらでございます。炭酸水です。あっしゃー、あっしゃー、あー、いなくちゃね。あ、これ卵だらけ。じゃあもうこんな感じです。もういっか具は卵だけです。その代わり卵はだらけです。味付けも塩コショウとウェイパーだけです。うんうん、あー、いいおいしいね。下手したら米より卵の方が多いんじゃないか、そういうことです。うんうん、いいよ。いいよ。贅沢なチャーハン。真っ黄色だもん。真っ黄色。やっぱり卵って素晴らしいね。多分犬、今これ雨戸にしてるんで、多分犬、犬の鳴き声。2週間、2、3週間に1回ぐらい、早朝、あ、すごい色だな。うわ、すごいいい香り。早朝5時、6時、7時ぐらい、2、3週間に1回ぐらい、外国人の方が外国の言葉で喧嘩してるであろう
いや、わかんないですよ、その言語あれなんで、のが聞こえてきたりします。 2,3 週間に1回かな。いや、やっぱお湯多かったな、これ汁多かったな。ちょっと僕にしては多かった。今扇風機もつけてます、扇風機も。こうなります。色的に分かりづらいか、まあいいや。あ、美味しい。やっぱ辛い。大黒、これどこで買ったんだっけな。どこで買ったかは、マカラマーラーメン大盛り、どこで買ったかはちょっと分かんないな。これちゃんと、これ冷めるのよ、こうやってやると。こう。ふうふうして。で、また入れるの。そうすると冷めるの。美味しいよ。大黒、大阪の会社がね、大黒ってことは群馬県でした。大外れ。すいません、油断しないでください。なぜか大黒っていうと関西のイメージか。なぜかね、なぜか。これだからっていうのはないです。うん、美味しいよ。辛くて美味しいです。いいの、どうなった。うん、合う。卵だらけチャーハンと合う。よく合う。正直、予想してたよりだいぶ美味しいです。最近はもう本当にカップラーメンでも美味しくないのないから、美味しいっていうのはよく分かってるんですけど、分かってるんですけど、その予想してたよりも美味しい。想像してる。今日はこれ食べ終わったら、今までちょっと編集と編集、もろもろちょっと作業してたんですけど、これ食べ終わったら
納期が決まっている。作業します。この動画の公開がいつになるか分かんないから、その話の中身はしないけど、もう汁なしみたいになっちゃった。辛いわな。吸い込み方間違うと、これはさっきみたいになる。こういう唐辛子がたくさん入ってるからね、さっきみたいになりますわ、間違うと。出てくるな。どうしたってこりゃ、どうしたってそうなる。そうなっちゃいます。よっしゃ、よっしゃ。キジマの卵だらけチャーハンと旨辛麻辣麺、ビリビリしびれる辛さのやつ、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。おい、乾杯、茶道。